九州空です。積んだもんだぞ。未確定情報を受信しました。三笘薫の EA スポーツ FC214 での能力値が判明。自身でも予想、もう少し高くしてほしかったと不満の能力は、好きなゲームなのだ。でも日本代表と J リーグが入っていないのが不満なのだ。ブライトン&ホーブアルビオンの日本代表ミッドフィルダー三笘薫がプレミアリーグの公式 YouTube チャンネルに出演。29日発売のサッカーゲーム EA スポーツ FC24 での自身の能力値を予想した。長年 FIFA シリーズを手掛けてきた EA だが、 FIFA23 を最後にシリーズを終了。その後継シリーズとして EA スポーツ FC が開発され、その第一作目として EA スポーツ FC24 が29日に発売される。 FIFA と決別してプレミアリーグと契約したらしいのだ。選手やチームのライセンスは維持されるのだ。今作では FIFA シリーズ同様に、各選手にベーススピード、シュート、パス、ドリブル、ディフェンス、フィジカルの能力値が1から99の間で設定されており、その数値をもとにレーティング総合能力値が設定されている。前作のレーティングは74だったのだ。その中で前作で82だったベースについては86と予想した中で、実際には84。三笘はグッドと反応をした上で、現代のサッカーはスピードが命ぐらい大事だと思うので、僕のプレースタイル的にもこれがないとやっぱりドリブルは通用しないので必須かなと思っていますと、スピードの重要性を語った。三笘は加速がエグいはずなのだ。ペースはこのくらいで許してやるのだ。また前作で69だったシュートは72と控えめな予想。73という実際の能力値にも納得の様子だった。ただ前作68のパスに関しては75予想の74、もう少し高くしてほしかったとしつつも、まずは前向きに良い位置でボールを受けれることを考えていて、ボールを受けた後はまずドリブルをすべきかパスをすべきかというところを考えますし、一番良い選択肢を考えるようにはしています。よりゴールに直結するようなプレーを考えていますと、ボールのもらい方で意識することを明かしている。右足アウトのパスを再現したいのだ。特性遅れなのだ。それではレーティング80、三笘選手の全能力値を紹介いたします。ペース84、加速89、スプリント速度79、シュート73、ポジショニング75、決定力79、シュート力69、ロングシュート68、ボレー69、PK 63、パス74、視野80、クロス74、フリーキック精度62、ショートパス78、ロングパス59、カーブ71、ドリブル85、敏捷性89、バランス78、リアクション75、ボールコントロール84、ドリブル88、冷静さ77、守備57、インターセプト57、ヘディング精度52、守備意識56、タックル59、スライディング54、フィジカル65、ジャンプ73、スタミナ75、ストレングス62、積極性58、以上になります。固有フェイスも欲しかったのだ。ご視聴ありがとうございました。